ブラゾリア軍はアメリカが州国テキサス州の南東部メキシコ湾岸に位置する軍である。地元で南東テキサスと呼ばれる地域では最南部にある。またテキサス海岸湾局部にも入っている。2010年国勢調査での人口は313,166人であり、2000年の241,767人から29.5%増加した。 軍庁所在地はアングルトン市であり、同軍で人口最大の都市はペアランド市である。軍名は近くのブラゾス軍と同様にブラゾス川に由来する。軍内にはテキサス共和国の最初の首都だったベラスコがある。1821年にアメリカ合衆国から移民してきたオールドスリーハンドレッドのイギリス系テキサスでは最初の開拓地だった。ブラゾリア軍は ヒューストンシュガーランドベータウン大都市圏に属している。ブラゾリア軍は近くにあるブラゾス軍と同様に軍内を流れるブラゾス川からその名前が取られた。1821年、スティーブン・オースティンが認めたアメリカ人開拓者300人の第一人がブラゾス川河口に到着し、この地域でイギリス系アメリカ人のテキサスが始まった。テキサス革命につながる多くの出来事が ブラゾリア軍で起こった。ブラゾリアはメキシコ政府から別の自治地区として組織化されており、テキサスが独立した1836年には最初の軍の一つとなった。スティーブン・オースティンが当初埋葬された場所は、ウェストコロンビアの町にあるガルフ・プレーリー教会墓地だった。その以外は1910年に掘り出され、州都オースティンに移送された。革命以前には、 ベストコロンビアの街がテキサスの最初の首都になっていた。アメリカ合衆国下院議員で2008年には大統領候補者になったロンポールが軍内のレイク・ジャクソンに住んでいる。ヒューストン大都市圏に属しているので、田園部と郊外の両方の性格を持っている。テキサスの油田で働く労働者田園部のトラクターアメリカ合衆国国政調査局によれば、 群域全面積は1597平方マイルであり、このうち陸地1386平方マイル、水域は211平方マイルで、水域率は13.2%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2010年の国勢調査では人口31万3166人、人種別では、 ヒヒスパニック白人53.22%、黒人12.06%、インディアン0.57%、アジア系5.50%、太平洋諸島系0.03%、ヒヒスパニックのその他人種0.15%、根ー2.63%となっている。ヒスパニック系は27.67%である。ブラゾリア軍港地所がアングルトン市の北、 軍中央の未編入領域群四45号線3602にあるクレメンス刑務所テキサス州刑事司法省が軍内未編入領域に6つの男性用刑務所と第三地区事務所を運営している2007年時点で1495人の常勤強制担当官がいる1995年時点でウォーカー軍に次いでテキサス州では2番目に 刑務所の多い軍になっている。2003年、6つの刑務所で2572人が雇用されていた。ブラゾリア軍の公共教育は、下記の独立教育学区が管轄している。高等教育機関としては、アルビンコミュニティカレッジとブラゾポートカレッジがある。ブラゾリア軍図書館システムの司書が、アルビン、アングルトン、ブラゾリア、クルート、ダンベリー、 フリーポート、レイクジャクソン、マンベル、ペアランド、ツイーニー、ウェストコロンビアにあり、また、ブラゾリア軍歴史博物館も運営している。テキサスガルフコースト地域空港が、軍内未編入領域にあり、軍内では、唯一の公設空港である。次の空港は、民間の所有であり、一般客も利用できる、最も近い定期商業便を利用できる空港は、 ウィリアム P ・ホビー空港であり、隣接するハリス郡のヒューストン市南部にある。ヒューストン空港システムによれば、ハリス郡ヒューストン市にある、ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港の主要、サービス範囲に、ブラゾリア郡が入っている。ありがとうございます。